こんにちは、ようくん松村チャンネルです。山梨県県庁の甲府市、甲府駅周辺がガチで魅力的な街でした。街の様子などをサクッと伝えてきますので、ぜひ最後まで見ていってください。動画の流れは以下の通りでやっていきます。概要欄に目次も貼っておきます。長い動画より 1.5 倍速再生もありかと思います。それでは行きましょう。甲府駅の乗り入れ路線はまず中央本線、東京駅、新宿駅、甲府駅、長野県の塩尻駅を経て名古屋駅までを結ぶ路線です。また特急列車も走っており、特急あずさ、かいじが走ってます。今僕が乗ってきた特急あずさが走り去っていきました。あずさとかいじの違いですが、あずさは新宿から松本を往復します。一部千葉から出発して船橋、錦糸町、東京駅を通る運行もあります。また松本より先には白馬、南小谷運行もあります。新宿から甲府間はあずさの方が停車駅が少ないとのことです。一方、かいじは新宿から甲府間を往復します。一部東京駅、甲府より先は竜王駅まで乗り入れてます。それぞれの特急の名前の由来ですが、特急あずさ、こちらは松本市近辺のあずさ側から来てます。なので長野方面まで行けることがわかります。一方、特急かいじは甲州のことを甲斐の国と呼び、その名前に由来するとのことです。ここまで中央本線を紹介しましたが、こちらだけではなくもう一つ路線が走ってます。今来たオレンジ色の列車、身延線という路線です。静岡県富士市の富士駅と甲府駅を結びます。 JR 東海の管轄より、甲府駅は JR 東日本と JR 東海の境界駅ということになります。また身延線にも特急列車が走ってまして、こちらの画像、ワイドビュー富士川です。沿線にある日本最大急流の富士川が名前の由来とのことです。こちらは富士駅から東海道線に乗り入れ、清水駅、静岡駅までを結ぶ特急です。以上が甲府駅の乗り入れ路線です。あとはちょっと甲府駅のお土産コーナーを拝見していきます。シャトレーゼ、ぶどうの城と書かれたお菓子があります。そうです、シャトレーゼは甲府に本社を持つ食品メーカーで、もうとても有名ですよね。このようにシャトレーゼ関連のお菓子が売られてます。その他にもワイン、甲府の特産品ですよね。こちら街角で撮った映像ですが、ぶどうワインのことが書かれてます。さすが日本一のぶどうの産地、山梨県です。ちなみに本日あずさに乗ってきた時も、このようにぶどう畑が広がってまして、山梨に来たなぁと本当感動しました。甲府駅に着いた時、駅のホームの柱等が紫色になってまして、ぶどうテイストの色だなぁと思って、思わず映像に収めておきました。もし関係なかったらそこはね、ちょっと申し訳ないです。はい、ぶどうの話が長くなりましたが、他のお土産だとこちら、桔梗信玄餅、山梨の大変有名なお菓子です。確か餅にきな粉がかかってて、その上に黒蜜をかけるお菓子ですよね。昔お土産でよくいただいて美味しかった記憶があります。このようにパッケージも非常に上品な作りになってます。はい、それではいよいよ改札口から駅構内を経て、市街地方向である南口へ出ようと思います。ちなみに甲府駅はセレオという駅直結のビルが入ってます。改札口近くは、セレオでもお土産屋さんがメインかなと思います。で、通路奥に行ったらこのようにセレオの入り口があります。ぶどう酒一番館、駅コンコースにあるお店ですが、このように樽をうまく利用してテーブルを置いたおしゃれなワインの立ち飲み屋さんがあります。いや、ここはねマジでおすすめです。最初ここのお店で一杯飲みましたが、確かカチワリワインって名前だったかな。氷が入ってて、この日は猛暑日だったのでとても美味しかったです。はい、それでは話が少し逸れましたが、エスカレーターを降りて南口の様子を見ていきたいと思います。こちら南口、甲府の市街地側となります。このようにビルが立ち並んでて栄えてる様子がわかるかと思います。さすが県庁の都市ということだけあります。正面にはバスターミナルがありまして、カメラを回していきますと左手側にはヨドバシカメラがあります。こちらは甲府駅と駅ビルセレオの様子で、このようになってます。こう見ると比較的大きい駅であることがわかるかと思います。そして駅前には武田信玄の像があります。戦国時代にその名を轟かせた武将を問われたら、武田信玄と織田信長が漏れることはまずないでしょうと言われています。また武田信玄あっての甲斐の国、山梨県と言われてます。そのように言われてるぐらいとても有名な方です。本日は猛暑日なので、このように水しぶきが出てます。それではヨドバシカメラからカメラを右に回して、甲府駅から伸びる通りを歩いていこうと思います。こちらですね、駅前は非常に飲食店が充実している印象があります。このようにお店が密集してて華やかな様子がわかるかと思います。それではまず甲府に来たということで、代表的なグルメをいただこうかと思います。もう勘の良い方ならわかるかと思いますが、そう、ほうとうです。
こちら小作さんに入りました。ほうとうにも様々な味の種類がありますが、自分が注文したのは豚肉ほうとうです。非常にボリュームがあって食べ応えがあります。麺をすくうとこのような感じになってます。いや、これは美味しいしね、ほんと健康的な食事だなと思いました。お椀にすくってこのようにいただくことになります。そして鶏もつ、こちらも甲府グルメです。甘辛で非常に食べやすく、お酒にも合いますのでおすすめです。なんか終戦直後に甲府市内のお蕎麦屋さんが考案したとの情報です。はい、それではお腹いっぱいになりまして、甲府の街をもう少し奥へ進んでいこうと思います。今駅方向にカメラを映してますが、駅を背中に反対方向へ歩いていこうと思います。ちなみに駅から伸びるこちらの通りは平和通りと呼ばれます。で、こちら左手側には県議会議事堂があります。この敷地内が山梨県庁のエリアになってるみたいです。さらにまっすぐ進むとまた左手側には立派な建物が見えてきました。気になりますよね。こちら防災新館という建物みたいで、このように行政的な施設みたいです。エントランスもこのようにおしゃれな空間になってて、思わず目に留まってしまう光景が広がってます。ここも県庁敷地内にあるみたいです。ちなみに下にはカフェとかもありました。さらに奥に進むとなんか立派な高層ビルが並んでて、都会的な風景が広がってます。保険会社などオフィスビルが多くあります。こちらの建物は甲府市役所です。いやー、立派ですよね。この通りは県庁エリア、市役所が立ち並んでて、ザ行政の通り、そのような印象を受けました。それでは市役所の交差点のところをカメラ左に回しまして、こちら城東通りというところを歩いていこうと思います。で、ここで甲府市の概要を簡単にお伝えします。山梨県の県庁所在地で甲府盆地に位置します。人口約19万人、中核市に指定されています。今後の甲府市は2027年開業目標に、リニア中央新幹線の停車駅が甲府市南部の大津町周辺で固められているとの情報です。しかし甲府駅周辺から、リニア駅建設予定地までは距離があるということから、新たな公共アクセス手段が計画されているとのことです。山梨県では LRT や DMV、まあ、ざっくり言うと路面電車系の交通手段が検討されてきましたが、コストが安価に整備できる、かつ輸送量が確保できる BRT バス高速輸送システムでの導入が最適であるとの方針を固めているとの情報です。なのでこれからの甲府の街がさらなる発展をする可能性が十分に期待できるので、街並みも本当に変わるかと思います。で、正面に見えている白い建物は、岡島百貨店といいまして、甲府市の昔からある百貨店です。で、岡島百貨店のとこからカメラを左に回して、こちらの通りを歩いていこうと思います。春日モールと書かれてます。こちらの通りは甲府市の歓楽街になっているとの情報です。このように飲食店、カラオケ店が並んでて、この通りから曲がった通りや並行している通りにも歓楽街を形成しているみたいです。昼間だから人は少なかったですが、夜になるときっと賑やかになるかと思われます。この通りから右側のとこ、錦通りといいまして、居酒屋さんが多く並んでることがわかるかと思います。で、錦通りの途中にはこのように映画館とかもあります。いや、歓楽街にある映画館ってね、なかなかこう味があっていいものですよね。では岡島百貨店のとこまで戻ってきまして、カメラを左に回して、こちらの通りの奥の様子を見ていこうと思います。通りの交差点のところには、おそらく高層マンションかなと思うんですけど、で、下にはココリという商業施設がこのようにあります。ココリのお隣にオリオンスクエアと書かれたアーケード街がありますので、こちらをちょっと歩いていこうと思います。高級寿司食べ放題と書かれたお店があります。いやー、これ美味しそうですね。ちょっと入ってみたいものです。通りの途中にはオリオンイーストというまたね、別な通りがありまして、こちらなんとメイドカフェがありました。まさかここで見られるとは思わなかったので、ちょっとびっくりしました。で、メイドカフェからね、通り過ぎてカメラを回すと、このように少しこじゃれたお店が並んでる隠れ家的な通路がありました。ではオリオンスクエアを後にして左手側に曲がると、動画の前半で映した防災新館の裏側に出ます。で、その防災新館の裏側になんか坂道の道路があると思うんですけども、そちらをちょっと歩いていこうと思います。坂道を登ると防災新館から始まり、カメラを右に回していくと山梨県庁が立ってます。この一帯が県庁の敷地内になるかと思います。奥にはね、別館もこのように立ってます。駅から近くて県庁このように見れるっていうのもなかなかいいものかと思います。
で、道路の反対側にはこちら石垣の造りがありまして、甲府城跡となってます。で、案内を見ると、甲府城跡は舞鶴城公園の中にあるということになるかと思います。入り口もこのように立派な門となってます。中を入るとこのように広々としてて、とても奥行きがありそうです。で、カメラを回していきますと、こちらが多分甲府城跡だと思うんで、展望台に登ってみようと思います。で、展望台につきまして、このように甲府市街地を、眺めることができます。ちなみに甲府城は武田氏滅亡後、豊臣秀吉の命令によって、作られた城みたいで、関東の徳川家康に対抗するための重要な戦略拠点として築かれたとのことです。徳川体制になってからは江戸の西側への備えとして重要性を保ち続けたと言われてます。で、奥に見えてるちょこーんと、山が見えると思うんですけど、あちらが富士山かと思われます。いや、ちょっとね、雪がなかったのでね、分かりにくかったですけども、いやー、いいものを見てしまいました。その他にも、甲府市街地と山々がこのように広がってまして、とてもね、見どころのあるスポットかと思います。はい、それでは甲府城跡から先ほどの通りに戻り、左には、駅前のヨドバシカメラ、ちょうど裏側になります。で、正面の橋を渡り、駅北口まで歩こうと思います。目の前にある立派な建物は山梨文化会館です。で、この交差点を左に曲がります。正面のガラス張りのビルは山梨県立図書館です。非常に立派な建物となってます。はい、甲府駅北口の広場に到着しました。南口とは違い、少し落ち着いた、そのような広場になってます。広場にはおしゃれなカフェとスイーツのお店がありまして、なんか栗を使ったお菓子ですね。他にもケーキとかも売られてるみたいです。で、この日暑かったので僕はソフトクリームを買いました。いや、これがね、濃厚でめちゃくちゃ美味しかったです。皆さんおすすめです。北口には他に武田信虎の像がありました。武田信玄の父になります。その他にも藤村記念館、立派な建物がこちらあります。駅の広場から少し離れたところには甲府市歴史公園があります。こちらも立派なもんですよね。甲府はコンパクトな街にグルメ、スイーツ、歴史と詰め込まれた本当に魅力的な都市だなと思いました。で、今線路沿いを歩いてますが、甲州夢小路と呼ばれるエリアで、レトロな建物にお店が並んでるエリアがあります。で、正面には時の鐘があります。埼玉の川越も時の鐘がありますよね。もうこのように小江戸感があふれるエリアとなってます。時の鐘から右に曲がると、さらに線路沿いにこのような風景が広がってます。いやー、めちゃくちゃおしゃれですよね。甲府駅ってイメージ的に、南口に焦点を当てる方も多いと思いますが、北口も少し歩いたところにこのような見どころがたくさん詰まっているので、ぜひ把握した方が良いかと思います。奥にはこじゃれた美術館もこのようにあります。はい、以上、甲府駅周辺を簡単でありますが散策してきました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ご視聴お疲れ様です。